はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらで遊びましょう。はい、キノコの山 VS タケノコの里オセロゲーム3です。これすごい実物にそっくりな駒で対決するわけですね。うん、じゃあ上げていきましょう。はい。おお、これすっごいいっぱい入ってるよ。36個ずつ入ってるみたいなので、まず組み立てましょうか。はい、はい、タケノコの里のパーツこんな風になってます。うん、このクッキーの部分とチョコレートの部分をこうやって差し込んでくっつけますね。はい、すごい似てる。うん、同じくキノコの山はこんな感じですね。はい、これも差し込む感じ。うん、こうだね。で、今回オセロゲームで遊びたいので、このタケノコとキノコをくっつけます。こう、これで完成です。うん、これをこの盤面のこういう風に乗っけるんだね。うん、で、ひっくり返されるとこれを反対側にすると。はい、じゃあ始めていきましょう。はい、それぞれですね、16個ずつ駒分けました。はい、で、本物のキノコの山とタケノコの里も用意しました。はい、なんで、僕がタケノコの里でやるんで、シンくんキノコの山ね。はい、で、ひっくり返したらその分食べるっていうのにしようか。いいえ。やっぱこれ開けると気持ちいいね。はい、結構入ってんじゃないかな、これ。だから先にオセロの方が決着つくからな、多分ね。ちょっとこれね、ちょっと比べてみる。あ、比べてみる。うん、ちょっと本物の方がやっぱりでかいね。でもほぼほぼサイズ一緒か。うん、タケノコの里こんな感じ。うん、あ、もうやっぱほぼほぼ一緒だね。うん、なるほど。最初ぶっちゃけぽい。よし、パパ勝った。じゃあパパからいきます。はい、まずはここを行って、タケノコの里一つゲット。あー、いただきます。いきなり一つ食べられた。うん、美味しい。うん、じゃあ僕はここ、うん、ひっくり返します。はい、ガルッとカチャ、キノコの山ゲット。うまい。じゃあ次はパパだね。うん、ここかな。うん、一つひっくり返してタケノコの里ゲット。うん、うまい。うん、やばい。お、そうやると一つと一つ、もう一個はここもだよ、斜めでこう。お、うん、やったー、二つゲット。二つゲットだね。二つゲットした。二つ。はい、じゃあ次はパパです。うん、ここだな、パパの。うん、ここをひっくり返して、ここもひっくり返して、うん、パパも二つゲット。うん、意外となくなるか。確かに。うん、で、次エイシン君です。はい、斜め。うん、ひっくり返してポン。一つか。はい、一つゲット。はい、5個いただきます。やばいな、これ先なくなっちゃうかな。はい、次ねえ、うん、うん、お、やばい、結構なくなってきた。すいません。うん、なくなった人が勝ちでしょ。でも負け。うん。じゃあどうしようかな。ここだ、ガチャン。お、2個。はい、1 2、ガチャン。1 2か。ここに行くね。うん、はい、1 2、はい、1 2、結構少なくなってきたな。残りのタケノコの里こんな感じ、同じぐらいか。うん、あ、はっけ、カチャ。2個。はい、2個。はい、ほぼこの1つは僕が取った。えへ、これね、真ん中に開けるのってね、すごい危険なんだよ。パパがここ取ると、うん、これ1個だけど、ひっくり返す。あ、2個か。あ、2個じゃない、3個だ。しまった。こっちもひっくり返る。3個だ。あと何個？ 3 個？パパはね、あと5個。やばいな。あと2手しかない、パパ。こっち行くか。4個。1 2
3、4。やばいな、ちょっと待ってね。あ、1個、あと1個。1、2、3、4。あれ、えーちゃん送ったことないじゃん。やばい、こういう場合は1回お休みになるよ。1回休み、じゃあパパだ。やったー、やったー。ということはここかな。で1個、ボーン。もう1個しかない。勝った、1個しかなかった。イエーイ、1個、最後の1回じゃ。まさか、オセロでは勝ってんのに。ガチャン、1、2、で、で、まだなくならない。まだなくならない。1、2。で、最後の1個もここをキノコ埋めちゃって12、13、14、15、16。あっ、ということは最終的に16対16でこの対決は引き分けだ。うん、でパパはこっちで先に食べ終わっちゃったからパパの負け。残り1個。エイジン君は1個残ってました。はい、はい、ということでお腹いっぱいです。はい。すごいね、やっぱタケノコの里って下がクッキーだからさ、お腹いっぱいだわ。キノコの山は下クラッカーみたいなやつだもんね。うん、こっちの方が軽いんじゃない。で、1個最後食べてみる。そうだね、あ、いいよ、食べちゃった。はい、はい、ということで今回はですね、キノコの山 VS タケノコの里オスロゲーム3でした。はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。うん、チャンネル登録もよろしくね。よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。